集まったぞ、アストルティア中の金持ちどもから奪ってきた金。みんな、みんな我のものだ。金に触れることができないのか？それならなんで盗みなんか。やいやいやい、この売り上げ泥棒、俺たちの金をとっとと返しやがれ。我の邪魔をするな。キリがねえな。俺たちがザコどもを食い止める。その間にあの骸骨野郎を倒してくれ。ここまでお前を見ててその実力は理解してるさ。信じてるぜ兄弟。
ンガン行こうぜ。
もう一息だよ。頑張って。よっしゃ、金庫を取り戻したぜ。中身も無事のようだし、これで試練は合格だ。そんなまだ立ち上がってくるなんて。上等だ。そっちがその気なら何度だって叩き潰してやるよ。神も天使も許さない。なぜ我にこのようなむごい運命を背負わせたのだ。なあ、お前の本当の願いは何だ。どうも俺にはお前がしんどい運命に苦しんでいるようにしか見えないんだ。金を手に入れるのが望みだとは思えない。どうしてこんな理不尽な目に遭わなくちゃならない。俺も穴蔵の中で毎日のように思ってた。だからお前の気持ちがよくわかる。お前は怒りで本当に欲しいものを見失ってるだけだ。本当の願いは何だ。言ってみろ。俺たちがお前の願いを叶えてやる。我の話を聞いてくれるというのか。俺だってこんな風になりたかったわけじゃない。貧しさから逃れたかっただけだ。俺はかつてただの人間だった。貧乏な家に生まれ、その日の食いぶちにも困る毎日を送っていた。どんなに真面目に働いてもそれは変わらない。親が作った100万ゴールドの借金も返すことができない。どん底の日々。俺にこんな運命を背負わせた神が憎い。俺たちの犠牲の上に立っている金持ちが憎い。毎日
そんなことばかり考えていた。その日、俺はついに盗みを働いた。とある富豪が秘蔵していた古いメダルだった。そのメダルに悪魔が宿っていたんだ。俺のような盗みを働く愚か者を、そいつはずっと待っていたのだろう。悪魔は俺の前に現れるとこう言った。哀れな男、俺がお前の借金を肩代わりしてやる。金持ちどもに復讐するための力もやる。その代わり、お前の魂を俺に明かしな。それでお前の願いは叶うだろうさ。俺は悪魔の誘惑に抗うことができず、奴に魂を売り渡した。そうしてこの力を手に入れたんだ。だが悪魔はやはり悪魔だ。奴は俺に永遠に続く金への渇望と、金に触れると朽ちてしまうという呪いを残していった。どんなに金を奪っても触れることはできず、この渇望と苦しみから逃れる術はない。心の奥底にあった願いに導かれたのか、俺は他の奴と同じようにあの神殿へ流れ着いた。どうかこの地獄を終わらせてくれ。バカな野郎だね。簡単に騙されちゃってさ。俺が肩代わりした借金を返さない限り、呪いは解けやしない。お前には無理な話だがね。こいつがボバディウスに呪いをかけた悪魔か。ヘドが出そうなほどのゲス野郎だね。永遠に逃れることのできない地獄の中で苦しみ続けなければならないなんて、なんとかしてあげられないかな。もしかして僕たちの稼いだ100万ゴールドで借金を返せば彼を助けられる。だけどそんなことをしたら試練は。構わねえ。こいつを見殺しにして試練に合格したってちっとも嬉しくねえ。目の前で苦しむ奴がいるなら命に変えても救う。それが俺たち英雄のなすべきことだ。こいつを救ってやろうぜ。みんなありがとうよ。よっしゃ、金なんてバーッと使ってなんぼだ。派手に行くぜ。おい、そこの悪魔、100万ゴールド耳を揃えてきっちり返してやるから受け取りだ。くれ、100万ゴールドめんな。しゃあゴールドシャワー。ヒー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 、こんな乱暴な借金の返し方が。
人間に戻れた。俺は自由なのか。ありがとう。やっと金の地獄から解放され、俺は救われました。あなたたちに出会えて本当によかった。